ごきげんよう、オリピーです。皆さん、植物をめでてますか？今日はサンセベリアです。観葉植物でお家の中で育てられる植物です。こちらの動画ですよ。このサンセベリア、実はね、オリピー、3ヶ月半お水あげてません。12月の中旬から、今日はね、4月の4日、いや4ヶ月ですね。もうちょっとで4ヶ月になります。お水一滴もあげてません。でも枯れてないですよね。冬の間はお水をあげないでください。お水をあげない勇気、見てみましょうか。近づきますよ。ほら、もうカラカラ。意外にこれね、根も結構しっかり張ってますね。これもです。あ、これはね、ちょっとね、グラグラしてます。こっちももうね、土はね、カラカラ。葉っぱもね、全然大丈夫ですよね。ちょっとね、ホコリがついてるだけです。ホコリだけちょっとついてます。はい、全く枯れてません。結構ね、皆さん冬にお水をあげて枯らす方、根腐れしちゃう方がね、結構多いみたいですね。冬はね、お水あげないでください。まあ、もう4月になったので、ちょっとね、植え替えをして、あの、お水をあげたいと思います。そうするとね、またぐん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 成長してきます。まあ、ここもね、実際ちょっともう成長少しね、してますね。新しい芽が少し出てますので、植え替えしてお水をあげます。サンセベリアは NASA がね、認める空気洗浄植物の一つです。室内の有害な物質を除去してくれてます。ただ、これね、昼間は光合成をして、まあ、二酸化炭素を取り込んで酸素をね、出してくれてるんですけど、実はね、夜もそういうことしてくれてるみたいです。夜も綺麗な空気で寝たいですよね。天然の空気清浄機になります。サンセベリアは多肉植物なので、このね、葉っぱに水をね、溜め込んでます。普通のね、多肉植物よりかはこう薄っぺらいので、あんまりね、あの、溜め込んでるように見えないんですけど、あの、葉っぱに水分を溜め込んでます。水やりもかなりね、もう本当に皆さんがね、思ってるよりも少なめで大丈夫です。でもね、可愛がってね、お水たくさんあげちゃいますよね。そんな方にはオリピーが観葉植物に必ず土にね、混ぜ込んであげるものがあります。これ、ゼオライト。これをね、あの、必ず土に混ぜて植え付けしていただくといいと思います。この後ね、ちょっと実践していきます。サンセベリアの育て方は、太陽がね、好きなので、太陽のね、当たるとこ、明るいね、ところで育ててください。夏のね、直射日光はあまり良くないので、カーテン越しの光で大丈夫です。また、単陰性といって、日がね、当たらないところでも育ってくれます。若干ね、葉っぱがちょっと弱々しくはなってしまうんですけど、枯れることはね、ないので、あの、置き場所はそれほど選びませんのでね、とても育てやすい植物です。あとね、冬は12月の中旬、オリピアね、12月の15日からね、お水をあげてません。冬の間はね、水を一切切ってください。それで大丈夫なのって思う方いると思うんですけども、サンセベリアは冬はね、休眠期といって、まあ、冬眠してるようなもんですね。クマさんが穴の中でこう動かないでね、ご飯食べないでこう寝てるのと一緒です。休眠期に入ります。なので、お水ね、あげなくてね、大丈夫です。あげると逆にね、根がね、腐ります。皆さんね、冬にあげちゃって多分腐らせる方が多いと思いますので、冬はお水あげない勇気です。
そして4月になったらお水をあげてください。植え替えしていただいてもいいですし、そのままの、ね、土でもいいですけど、植え替えなくてもいいですけども、まあ、4月からお水をあげてください。じゃあそれではサンセベリアの植え替え行ってみましょう。じゃあ植え替え行ってみますよ。結構ねこっちの根は結構しっかり張ってたんですけど、実はねここにねもう一本植わってました。じゃじゃーん、これねここに植わってたんですけど、こんな感じで持ってくる時にねこれ抜けちゃいました。ここにねこうちょっと根がついてるんですけど、これまたね植えてあげればね成長してきます。じゃあまずねこれ土出します。じゃあこちらでねよいしょ、まあ本当はね2年に1回ぐらいでいいと思うんですけど、オリビね毎年これやってます。ただね植物が好きなんですね、触りたくてしょうがない、なので一応これねやってます。はい、これで OK です。一応見ましょうか。根もこんな感じですね。あ、これ分かれてますね。ちょっとずつ成長してます。はい、じゃあもう一つこちらも土をね出してきます。このねサンセベリアが一番日陰で育ってます。もうほとんどね日が当たらないとこですね。でも結構根がちゃんと張ってますね。でもやっぱりね葉っぱがねちょっとね細い感じですね。日陰で育てると葉っぱがちょっと細い感じになります。はい、はい、じゃあ2つ目完成です。取りました。はい、3つ目です。よし、お、やっぱね結構ね根がねしっかりしてますね。このねサンセベリアが一番日当たりのいいとこで育ってます。やっぱりね根が結構ちゃんとしてますね。ちょっとずつしっかりと出てきてます。はい、ちょっとね土を分けたいと思います。石だけちょっと取り出します。ふるいにかけて鉢底石とね赤玉土をねちょっと分けたいと思います。はい、土を分けてきました。じゃあこれもともと入ってた土ですね。まだね少し根が入ってるんですけど、まあ、これぐらいは気にしません。ふるいにかけてちょっと分けました。あとこっち、これ赤玉土です。中粒ですね、これも分けれました。あとこれ鉢底石ですね、これも分けてきました。オリピーは、まあ、あるものをちょっと再利用してます。 SDGsオリピーです。ガーデンレベル6、ま、普段はね普通の方は新しい培養土と赤玉土をだいたいね1対1で混ぜてもらって、そこにねゼオライトを少し混ぜてもらえれば大丈夫です。新しい土を使って植え替えしてください。オリピーは再利用します。土作りです。今までの土にちょっとね堆肥を入れます。土をね良くするものになりますね。入れるのはお馬の堆肥、これをね少しだけ入れてあげます。有機物をたくさん入れると虫がね湧きますので、あまり入れないでください。特にね有機肥料とかは観葉植物には向いてないので、
化学肥料をあげてください。お馬の堆肥ですよ。ほらこんな感じ、サラサラです。まあ1割も混ぜないぐらいですかね。 0.5 ぐらいです。土に対してあとはね、水はけを良くするためにまず赤玉土小粒です。これも 0.5 ぐらい、もともとねちょっと入ってるんですけど、まあ、0.5 ぐらい入れます。あとは砂入れます。砂はね水はけがね良くなるので、まあ入れていただくといいです。普通の人は入れなくていいですよ。オリピーね、こうやってブレンドするのが好きなので入れてます。砂はね結構重いのでなかなか入ってる土って少ないですね。今の支流は結構ね軽い土なので砂はねまず入ってないと思います。最後にゼオライトです。これはねマストアイテムです。オリピー観葉植物マストアイテム、根腐れ防止です。これも入れてあげます。はい、 OK です。じゃあこれを混ぜてあげます。うわ、土がね乾燥しているのでちょっとね舞いますね。 OK です。じゃあこれでね植え付けしていきます。一応これサンセベリアです。もともとはね結構ね少なかったんですよ。どれぐらいだったかな、初めは多分ねこんなもんだと思いました。もっとね小さくてこの半分ぐらいですかね、半分もいいかな、3分の2ぐらいの長さでしたかね。これぐらいで買ってきました。今ねそれがそうですね5倍ぐらいになってますね。ちょっとずつ増えてます。じゃあこれをまた植え付けていきます。じゃあねこの鉢から植えていきます。まずは鉢底石入れます。はい、じゃあここに土をね入れてきます。結構水はけのいい土になってますのでこれで植え付けていきます。ある程度の高さになったら高さ見ます。はい、こんな感じですね。これでまた植え付けていきます。そういえばねサンセベリア東京ディズニーランドに地植えしてないですか。これ今最近行ってないんですけど、だいぶ前に行った時にディズニーランドで地植えしたサンセベリア見ました。冬越しもできてるみたいですごくね葉っぱの色とかも綺麗でした。ディズニーランドでサンセベリア見たことあるって方ぜひねコメント欄入れてください。私見たよって。今もないのかな、ディズニーランド好きで植物好きの方ぜひねコメントしてください。結構ああいうとこって植栽がね綺麗にしてるのでとても参考になりますよね。あとユニバーサルスタジオジャパンとか結構そういう植物をねオリピ見たりなんか結構します。なんかこうね乗り物乗るよりもそういう植物見たりして楽しんだりもできます。植物好きだとねほんとねいろいろね楽しみ、どこ行っても楽しいです。旅行行っても大体植物って植わってるじゃないですか。なのでね植物好きな方ってとてもねいろいろ楽しめると思います。はい、じゃあ1個目完成です。ですね、また後でちょっと見せますね。ちょ
とねこうやって振ったりするといいですね。そうすると土が下に入ってきます。もうちょっと入れようかな。はい、完成です。よいしょ。はい、1個目完成しました。ちょっと見ましょうかね。こんな感じです。よいしょ。ちょっと外にこう向いちゃってますけどね。はい、じゃあ2つ目いきましょうか。はい、次はこの鉢です。じゃあまずね鉢底ネット入れます。あとはあとは鉢底石入れます。はい、オリピーの鉢底石、防犯砂利です。砂利砂利。こんな感じです。結構ね鉢底石入れても大丈夫です。水はけをね良くしたいので鉢底石たくさん入れてもらってもいいです。3分の1ぐらい入れてもいいですよ。5分の2ぐらいぐらいですかね、入れていい。5分の2ぐらいから3分の1ぐらい、この長さのね5分の2から3分の1ぐらい入れてください。はい、じゃあこれで植え付けしていきます。なんかこれね下が根があるのでこれぐらいですかね。うまく植わってくれないですね。ちょっとね土ね少なくします。よいしょ。よし、これぐらいですかね。あとねこれねサンセベリアです。本当は皆さんねサンスベリアって言ってる人がいます。サンセとサンス、正解はサンセベリアです。まあ人間で言うならね、中島さんですかって言ったら、いや私中島ですって、そんな感じです。山崎さんですかって言ったら、いや私山崎です、そんな感じです。なのでねあんまりねオリピーチャンネルを見てる方は、オリピーガーデンチャンネルを見てる方はサンセベリアって言ってください。サンスベリアって言うとね、サンセベリアさんが、いや私サンセベリアですって言ってると思いますので、間違えないようにしてください。オリピーガーデンチャンネルではサンセベリアが正解っていうか、まあ、サンセベリアが正解なんですけどね。なんか感うんなんでまあちょっと言いやすいんですかね、サンスベリアのがよくちょっとわからないですけど、結構サンスベリアって言ってる人が多いですけど、一応サンセベリアになります。よし、はい、じゃあ2個目完成です。ちょっと浮いちゃってますかねこれ。まあこれでいきましょう。はい、3つ目です。じゃあまたね鉢底石入れます。じゃあここにね土入れていきます。もうね、やり方はね、さっきと一緒ですね。植物ね、サンセベリアを入れて、あとはね、土を入れてきます。よし、はい、完成です。ちょっとね揺らしてあげてください。土がね奥に入ってきますね。よいしょ。あとねちょっとねいらない葉っぱはねこう切ってあげます。剪定します。こういうちょっとね伸びすぎたのはもうこれを機にこうピョーって一個長いのこれですね、これをこれですね根元から切ってあげてください。よいしょ。はい、切りました。あとこういうちょっと曲がってるのも切ってあげます。よいしょ。そうですね、この長いのも切っちゃいますね。これ
はい、これもちょっと傷んでるので、よいしょ。はい、こんな感じです。はい、これでまた育ててあげます。これも刺せば根がね生えてくるんですけど、そのね新しく出てきたね芽っていうのは、このね斑がねなくなってしまうことがあるので、オリピもこれいつもこのまま捨てちゃってます。結構株分けでどんどん増えていくので、もう剪定した葉っぱはね捨ててます。じゃあ次いきますよ。これもちょっと曲がってるので、根元からカット。そうですね、でも一番長いのはね切っちゃいます。はい、切りました。あとこれも途中でここですね切れちゃってるので、ここ根元から、ここも折れてますね、これも切っちゃいます。はい、じゃああとここのこの長いのか、これ残しといた方がいいかな。これね、これ切っちゃうとね、この成長が遅くなっちゃうので、これ葉っぱ折れてますね、これ。これも切っちゃおうかな、これ。これも切っちゃいますね、よいしょ。はい、じゃあこれも、よいしょ。じゃああとは、これ葉っぱの色が悪いので、これも切っちゃいますね。よいしょ。これも切っちゃおうかな。はい。はい、切っちゃいました。だいぶすっきりしましたね。はい、最後は土の表面にね赤玉土を置いてあげます。そうすると虫のね発生を防げます。コバエなんかの発生を防げるので、オリピーはね赤玉土の中粒を土の表面に置いてあげてます。また虫がね発生した場合は、表面の土を1センチか2センチぐらい取ってあげて、赤玉土を入れてあげるといいです。そうすると虫の発生を防げます。次のねサンセベリアはこれヤシの繊維ですね。これをね表面にこう入れ込んであげます。ちょっとねおしゃれな感じになりますよ。このサンセベリアも赤玉土の中粒を入れてあげます。ちょっとね葉っぱ切りすぎましたオリピー。でもいっぱい葉っぱが出てきますよ。今日の動画いかがでしたか。サンセベリアの植え付け動画です。良かったかなと思う方、グッドボタン、チャンネル登録もお願いします。じゃあ、オリピーでした。サンセベリアです。